武器代がありません。残り公演3700、仮面ライダーファイズってことで、もうマジでね、お金がなくなってしまいました。あー、ごめんね、ごめんね。君たちを倉庫にずっと保管してて、できることならば売りたくなかった。でも動画を撮るためではしょうがないだ。ごめんね、不甲斐ない飼い主でごめん。はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、だいぶ追い込まれてきました。ついにね、倉庫にある赤品という赤品をすべてね、売っ払ってしまったので、もうこっからがですね、俺のファイナルシーズンってことで、次ね、僕の公演がそこを尽きた時がね、真の意味での破産ということで、ちょっとマジでね、もう絶対に負けられないわけですよ。はい。で、ちょっとだいぶですね、武器もね、使ってきて、もうあの動画もね、1300本を余裕で超えてると思いますので、使いたいね、武器がなくなってきたっていうのもね、かなりまずい点ではある。公演の枯渇とね、あと僕の使いたい武器がなくなってきたってことで、早めにね、ちょっとシーズン6で新武器をね、足していただいて、さらにはね、勢力武器を復活させてくれないと、これもうマジで、ネタ切れ案件に入っちゃいます。ってことで、本日はね、シーズン5でしか使えないね、この M249 というね、謎の武器使っていくんですが、これ結構ね、優秀でした。こんなにね、ステータス高かったんだっていう、基本ステータス、垂直81の水平70、エルゴノミが45で、精度が61、腰ダメ射撃が62の有効射程120ってことで、かなり今強いんですよ、実はね。みんな使ってないでしょ。ただもうね、シーズン切り替わりの時期で勢力通貨もね、ただのゴミとなってしまいますので、ゴミになる前にね、使ってあげましょう。今回はまあこんな感じのね、カスタムでいきたいと思います。三脚はですね、さすがにね、ロマンが過ぎるってことで、まあ、ロマンはね、この100連マガジンに AP 弾を詰めてるってところでしょうか。このバレルとかさ、スタンダードしかね、ないので、これワンチャンね、エクストラブラジンオリーブオイルとかが増えてしまったら、これ精度とね、多分有効射程爆上がりして、でリコイル値もね結構上がると思うので、こいつはですね、ぜひね、来シーズン以降も、まあ、使いたいというか、まあ、パーツをね増設して使ってあげたい武器ランキング第1位というか、まあ、これ伸びしろですね。勢力武器ってところがね、まあ、唯一の欠点で、まあ、またね、多分いつかね復活するんですよ。なんか中国版の方ではね、 AK-12 がなんか復活したとかするとか、そういう情報もね耳にね入ってきてますので、まあ、皆さんね安心してください。はい、ということでですね、早速射撃場の方にねやってまいりました。まずはね、ノンリコイル、ブワー、こんな感じ。はい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 、強い強い強い。いや、これワンチャン天井つかないんじゃないか。あー、ついちゃった。羽飛びのさ、ギリギリスをね思い出しましたね今。じゃあリコイルします、こんな感じ。はい、強い、これなんです。まあ、今回予備マガはね50連マガジンなんで、まあ、100連マガジンと比べたら物足りなさがあるかもしれませんが、いや強いよ、 AP にしてるからね。今回は A1 じゃなくて AP 弾つけてますので、かなりね、時が早い気がする。まあプラシーブかもしれないけど、たださ、この銃声がねうるさすぎて、僕の声がですね聞こえてるのか心配になっちゃいますね、ちょっとね。まあ大丈夫か。はい、ということでですね、秒速 9cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いいたします。いや、6ヘルニキに5ヘルニキ、もうめちゃめちゃゴリゴリやつやってきた。いやー、こんなにもねゴリゴリがね集まってしまうと、僕ね4貫通で来てよかったのかなってね、ちょっと後悔してしまいますよね。M995 詰めてきた方が良かったんじゃねえかと。ただもうね、戦場に入ってしまったら、そんなね後悔はですね意味がないんですよ。もう入った装備でね戦うしかないので、しょうがない。もう自分が気持ち的に多分負けたんでしょう。 M995 をね詰めてくりゃ良かったものの、やっぱりね
破産がちらついて、なかなか高級なね、弾に手が出せない。これがですね、メンタルブレイクアウトの負のジレンマ。で、こうやってね、弾をケチったことによって、負けますからね。弾だけはケチっちゃいけないのよ。で、まずは味方を先行のハサウェイさせてあげて、とりあえず前に出してあげる。これ第一。自分がいっちゃん前にならない。それめちゃめちゃ大事だからな。危ないぞ、本当に。死ぬぞ?さ、来るか、目の前から。さ、味方引いたね。スカちゃんか?ちょっとわかんねえから、ここはね、僕が行きます。はい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 。これスカちゃんでーす。じゃあ一旦しばいて。で、奥もスカちゃんか。んじゃあ、医務室行きましょうか、これ。初手は医務室でね、安定でしょう。そこは気は。じゃあまずは医務室、オープニングセレモニー入ります。こっから赤が出たら、まだ参る。ちょ、まだ参りたい僕は本当に。頼むから回してくれ。シルバニアファミリーが、ザブルでやってきた。これ価値確定演出入ったね。はい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 。ね、言ったでしょ、だから。赤出ないってな。もうシルバニアファミリー2連はね、もう期待値薄すぎ。マジで、確率にすると 0.00003% なんで、無理ですね。それは、シルバニアファミリーが全部いけない。いや、どうしよっかな。保管ケースとか開けましょうか、ここ。あんま良くないけどな、ここ開けてもどうせ。しょっぱいもんしか入ってないでしょ。いやー、割といいやつ出た。これとかさ、5000円でしょ?まあ、入れとくか、一応な。いや、でもまあ、しょっぱいっちゃしょっぱいか。いや、でも5000円はさ、僕にとってはね、大金なんですよ。でも敵をしばいたらもっとうまうまできてしまうのがこのテレビ局だから。まあ、やっぱしょっぱいっちゃしょっぱいか。まあ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 。とりあえずもらっておきましょうか。この辺のね、アタッチメントは。ちょっと待ってくれ。2番さん4番さんどこにいるの?なんで駐車場をケアしているの?大丈夫か?いや、2階行きたいけどな、これな。上には思いっきりいるんだよね。ピー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 やってますからね。ちょ、マジで怖い。アップね。今、後ろ、あ、びっくりした。3番さん。そんなところでどうしたんですか?2階にアタックじゃん。いるぞ、敵は2階に。上だよ、上。上のここだよ。総合ですわ。これちょっともう階段からさ、ガントツムーブかましちゃっていいっすか?もう行くぞ、3番。俺についてこい。怖いんだったら僕が先頭走ってやるよ、しょうがねえな。導いていきましょうか、もう。味方がね、全く動く気配ないんで、これ行くしかない、自分が。ついてきてな、本当にお願いします。あ、4番さんがね、エンディステンド言ってくれた。もうやるしかねえぞ。戦場に入ってきたんだったら覚悟決めろ。とりあえずここで、一回ね、スタンを投げておきます。これで、ケアをしましょう。いなさそうかな。まあ、いないこと透けたんで、一回ね、ここオープニングセレモニーして、しっかりフェイントせんや。まあ、ここまではね、歩みをね、進めることはまあ、誰だってね、たやすいでしょう。こっからですからね、めんどくさいのは。いやどうしよっかな。こっち側とりあえずこうやって見出してあげて。いや、反応ねえな。はい、じゃあそっちにスタン投げます。これでさらなるケアをしていく。は?いるかもしかして。え、なんか、いっそう。おい、待て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 。やっぱ総合の方いるかもしんない。そこに敵を見つけたってね、一応言っときましょうか。いや、なんか、足音的に臭いけどな。スカちゃん臭さもありますけどね。いや、わかんねえや、これ。マジでどっちかわかんねえ、これ。僕には判断できない。アンビリーバボーって感じ。は?これ、誰?スカちゃんだよな、この足音絶対。開けるぞ。いや、待って待って待って。は?いや、普通にスカちゃんだわ。マジか。じゃあ、ここスカちゃんってことは、いないか?ちょっと縛いておく。あ、ピー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 はやってますね。で、鍵は開いてないと。じゃあ、裏通から行ったか。その辺までね、しっかり考察を落としていかないといけない。これマジ推理ゲーだからな。みんなさ、これ FPS だと思ってるじゃないですか。違うんで。なんか2024年のさ、秋頃にね、なんかジョイサウンドからね、カラオケストリーマーっていう新しいゲームが出るらしくて、なんかちょっと僕注目してるんですよ。カラオケ配信がね、なんかできるらしいよ。そのゲームやると。まあ、月額制らしいんだけど、みんな興味あるかな?僕の歌とか。アニソンちょっとさ、熱唱したいなと思ってて。まあ、それでもね、喉が全ロスしてしまうんで、まあ、結局僕ね、喉全ロスのね、運命から逃れられないんですけど、まあでも、ちょっと僕ね、カラオケ好きだから、まあ、もしかしたらね、配信するかもしれません。カラオケ配信。やばいよな。今までちょっと音源のさ、まあ、問題とかがあって、なかなかね、歌枠とか僕できなかったんですけど、そういうさ、配信者のための、なんかカラオケね、ゲームが出るらしいんで、しかもジョイサウンドから、
めちゃめちゃ激アツすぎる。一回そっちさ、タイとこっか、スタン。怖いから。で、一応こっちはね、ケアしときましょう。フェイントセイヤで。いないか。いなさそう。4番さんが、まあとりあえずね、体出してくれたんで。大丈夫ですね、これね。ちょっと行きましょうか。足音入ってきた。これディレクターオフィスにいるんな。その手前、あ、いるか。は？こわ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 。ちょ、待って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 。いるな。ただ、こっちにはいまいす。あ？大丈夫か ?3 番さん。ははは、やばい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 、オッケー、やってやった、ナイス、オッケーオッケーオッケー。はい、閉めまーす。一回引きまーす。アスナースイッチだ。マジでここスイッチ。おい、入らすんな。おい、おい、取んなよ、俺の物資。マジで。おい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 、取ったら爆発するぞ。芸術は爆発だ、っつってな。あめんなよ、マジで。やめとけ、やめとけ。おい、やめろ、やめろ、マジでやめろ。俺のやつ取ったら許さんぞ。はいはいはい。AEK に G18C。そして、アモアスヘルメットがまずい。あー、やばいやばいやばい。6層2機縛いちゃった。こういうこと。これもらって帰ろうか、さすがに。うますぎた。そして GS2 まで。ありがとうございまーす。あー、始まった始まった。あ、めちゃめちゃうまい。これ激うま案件入っちゃったわ。投擲物がめちゃめちゃうまい。じゃあタクティカルアイテム縛いて、これも縛いて。で、こっちに入れましょうか。はい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 。始まりすぎた。ちょ、待て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 。この辺はどうだい？こいつは僕が縛いたやつではありませんが、ちょっと見ておきましょうね。しっかりと。はい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 。安全地帯で回復がしたい。さあ、なんかよくわからんけど、ここにも死体が落ちてるね。この辺しばきたいね。ちょ、さっさとこれさ、弾抜いてさ、ベクター45のね、マガジンとか、しばいてあげましょう。もったいないもったいない。この辺しばかないの、マージでもったいない。さあ、そして BP 弾。うわ、なんかさ、投げ散らかしてる。怖すぎた。ちょ、待ってくださいよ、ほんとに。やめてくださいよ。で、ブラックパックとかね、見てあげましょうか。あー、そんなに美味しくないか。M249 がね、まあ、正面から、やっぱ強すぎた。こいつを信じる者は、まあ、全て救われますな。そしてなんか、ボムが鳴り響いている。大丈夫か ?3 番さん。やり合ってんのか、もしかしたら。で、なんか知んないけど、そっちにもさ、うまいやつあったの、もしかして。なんか味方がゴリゴリ縛いてるわ。ちょっと待ってくれ。俺にも漁らせてくれ、それ。ああ、ちょっと待って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 。始まり散らかしてんのか、もしかして。あ、まずい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 。出遅れ案件入っちゃった。あー、これまずいな。しっかりここキャンセルかまして、しっかりブラックパックを調べようと思ったら何も入ってない。めちゃんこ落ちてんじゃん、物資。これマジかマジか。ああ、終わってるね。はい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 。ちょっと待って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 。始まりすぎ。この辺のさ、マガジンとかもさ、絶対これ、縛いた方がいいでしょ、絶対。うわ、しかも30連マガジンか。まあ、しょっぱ。3層貫通弾って。なんか騒がしいですが、まあ、とりあえず無視して、僕はですね、自分の時間を、マイペースに過ごしていきたいかなと。なんかやってるかもしかして。ちょ、よくわかんないんですけど、まあ、味方がですね、どうにか対応してくれてると思いますので、ちょっと今はですね、何もせずに、ただ単にね、時を待ちたいと思う。んで、このさ、100連マガジンぶち込んでやって、で、ここの空いたところに4ヘルをしまっておきましょう。完璧すぎた。大丈夫か？仲間。どうなってるこれ。なんでこれさ、ガスタイタン。これ敵が来てさ、しばいたってこと。なんかありがとう。いや、マジでおなら臭すぎ。大丈夫かこれ。一瞬通ります。くっさ。おい、待て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 。臭いってさすがに。おい、やめてくれ、マジで。AEK ってさ、これ1マスになるよな。ちょ、待って、ひらめいた。ここで、ひらめきのこんがり、発動します。AEK をここにさ、ぶち込むことができると。素晴らしい発想力。じゃあ、こいつら縛いて、こうして、ほんで、あとは、この T951 をこっちにね、入れるっていう寸法さ。これで3万円ゲットだぜ。ピッピカチュウ。さらに、このですね、グリップをしょっぱいやつ外して、で、こいつを戦場で付け替えてあげるっていう、素晴らしい圧縮の神。これが、圧縮の神こと、こんがりです。これからはね、圧縮神がかった時に、うわ、俺こんがりしたわっていうね、言葉を使ってほしい。そして、なんか知んないけど、この辺でさ、芝刈り入ってるか？大丈夫かこれ。
エレベーターまだ使われてないんすか？真ん中制圧したんだったらさ、漁ってもいいかしら。答えは聞いてない。俺にも漁らせてくれー。さあ書類ケース、オープニングセレモニー。ここ開けるの珍しいからね。まあ極秘文書は来ないでしょうね。まあ全然ドキッともしなかったわ、今のに関しては。で金庫開いちゃってる。であそこ開いちゃってるか。まあ一応確認だけはねしておきましょうか。こっちの部屋開いてないくさいか。はい、開いてない。じゃあアンロックかまします。ここはマジで期待値高い。いや、この紫部屋はあるぞ。さあ、電子金庫、オープニングセレモニー、カモン。赤アイテム、マジで来てくれ、頼む。この4マス、赤でありますように。はい、はい、はい。いや、どうしよう。まあ、しばくけどさ、しばくもんないんだよな。ちょ、一回 BP 弾この中詰めましょうか。とりあえず圧縮かましていきます。でも、これ全部入らないですよね。まあですよね。あと17発か。17発。まあ値段にして、まあでもこれ結構高いか。じゃあこっちしばくか。とりあえず3000円しばいて、じゃあちょっとここ包帯もしばきましょうか。ほんでこのタイプライターだけは確保、しっかりと入れておきましょう。でまだね、極秘文書チャレンジ2回残ってますからね。まだ僕は諦めない。あーでももう72キロ、やばいかも。重量超過案件入っちゃってる、これ普通に。まずいまずいまずい。いやーちょっとめんどくさい。さあそして、ここにはですね、シルバニアファミリーの素湧き案件です。とりあえずあとはここでね、青注射ぶち込んで、帰りましょうか。飛行勢も、今すぐ撤退しよう。これ以上の争いは誰も望んでないぞ。ちょ、一回この MPX 縛いてもいいかしら。7N31 弾ね、縛いときましょうか、これせっかくなんで。玉金 TV エブリデイにしていく。金玉がうまい。めちゃめちゃ最高だ。なぜこの辺のスカちゃんたちはね、手つかずのまま残ってるんでしょうか。うますぎる。これは最高ですよ。さあ、AP 弾もね、しっかりとね、ぶち抜いておきましょうか。バカにできない。一発200円に下がったからって言って、これを取らない理由にはならない。さあもうゴリゴリ縛いていくぜ。あ、そして 7N31 弾セカンドシーズンやってきた。うまい。これがテレビ局タチキン TV のいいとこだよな、本当に。じゃあ味方のね、帰る方向にちょっと合わせてあげましょうね、せっかくなんで。これ大丈夫かよこれ。は、謎の足音セカンドシーズン怖すぎ案件。ちょマジでやめてな、機関狩りなんて勘弁ですよ本当に。いねえか、怖い怖い怖い。ああ、美味しい美味しい美味しい。もう 7N31 弾をね、ゴリゴリ縛いていく。はい、じゃあこれでひとまとめして、2スタックぐらいできそうですよ。うまい。もうあとは味方が押してくれたので、帰ってあげるだけ。あ、やばいやばい、はい、いた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 。ちょ、待って待って待って。敵いるぞ。やばい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 。いまーす。めんどいね。それ縛いてほしいですね、4番さん。やっておしまい、あんたたち。これグレ来たらくっそだるいぞ。まじ、吹き飛ばしてくれ。アイス、それめちゃめちゃでかい。いや、惜しい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 。いや、これマジでめんどくさいわ。いや、マジっすか。はい、しっかりと僕が入れてあげるよ。はい、これで飛べ。マジで飛べ。いいとこ入った。これはダメージ食らったろ、さすがに。ちょ、待って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 。痛いでしょ。はい、さらに投げていくぜ。いいとこ反射したね。いいよ、いいよ、いいよ。はい、ゴリゴリ縛いていくからな。気をつけろ、気をつけろ。マジで気をつけろ。あいつどこ行った？どこ下がった？は？そっちか。行ってる行ってる行ってる。下行ってる下行ってる。これ絶対詰めよう。こいつ許しちゃいけない。あー待って待って待って。あー痛い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 。はい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 。ナイスインクレ、インクレナイス。さあここ、あーまずいまずいまずい。あーやばいやばいやばい。僕もう動けないって。やばすぎ案件。4番さんやったか。やってるくさいな。味方ナイス。いや素晴らしいですね。もう、機関狩りだけは絶対許すなよ。アイスナイスナイス。じゃあ、グッドボタン押しておきましょうか。いや、素晴らしかった。GG 対戦ありがとうございました。あ、ちょっと待って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 。それ、アサリ残しがあるのであれば、ちょい待って待って待って。俺も拾いて。ちょ、一回ここでさ、回復かまして、あ、まずいまずいまずい。僕もう、兼任がなくなっちゃう。やばい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 。走れ走れ。あー、重量超過しちゃった。残り14秒。何がしばける？この14秒で、11秒で。おい、待て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 。戦利品からなんかしばかせてくんねえか、最後に。ちょ、待て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 。マガジンだけか。あーもう無理だ。あーどんまい GG。 はい、ということでですね、本日の最終結果はこちらー。
49万円完全勝利ということで、いや素晴らしいですよ、本当に。6層に打ち勝ったのがマジででかすぎた。いやー、まあ赤品1個分のね、戦果を上げることに成功しました。まあ皆さんもですね、ぜひね M249 使ってあげてください。これマジでやりやすい、本当に。あの数値の割にね、かなりリコイルしやすいですので、まあぜひねこのシーズン5中に、使うことをねおねぬめします。消えてなくなっちゃいますから。以上、こんがりでした。じゃな、じじー。